バルガス州の一バルガス州は、ベネズエラの中北部にある州である。カリブ海に面した海岸地方で、首都カラカスの北にある。属する市町村は、バルガス市のみで、州都は、バルガス市のラグアイラ。面積1 4 9 6 5トルで、2016年6月30日、の人口は369,555人。 北にカリブ海に面し東西に細長く伸びる。南はアビラ山を抱えるカリベ山脈である。西はマヤ川でアラグア州に接し、東はチュスパ川でミランダ州の境である。南の境界は東側でミランダ州に、西側では首都地区と接する。山が海岸まで迫り、平地に乏しい。降水量が多く、 カリベ山脈からたくさんの小さく急な川を通って海に下る。この地形が1999年12月に大水害を起こす原因になった。州の東西にたくさんの浜辺がある。州の中部海岸にカラカスの外交ラグアイラとマイケティア国際空港がある。農業と漁業が中心だが州の中部には工場も立地する。空港付近に ホテルが多く、都市部から離れた東西両側の浜辺はリゾート地である。元は連邦地区に属するバルガス市であったが、1998年の法律で独立した州になった。バルガス市はそのままで管轄範囲を同じくする州政府と市役所が並立する。カラカスの北にある海港がラグアイラで16世紀からカラカス市の海の出口として発展した。 その西隣に、マイケティア国際空港、シモンボリバルがある。両車とカラカスの間を結ぶ道として、カラカスラグアラ自動車道がある。かつてラグアイラとカラカスの間には、鉄道が通っていたが、廃止された。他、海岸沿いに道路が伸びる。州知事、アントニオ・ロドリゲス・サンフアン市長、アレクシストレード中部の海岸バルガス市のもとに、11の区がある。 ありがとうございます。